中村博子は日本のピアニスト。1965年のショパン国際ピアノコンクールで日本人として田中清子の1955年初入賞以来10年ぶり2人目の入賞者として広く知られている。夫は小説家の庄司香る。国内外3800回を超える演奏会を行いながら後年はコンクールの審査員や著述業に進出した。 陸軍少佐、野村の両と陽子の長女として、疎開先の山梨県東山梨郡演山町に生まれ、東京都世田谷区とどろきで育つ。ただし戸籍上は陽子の妹として入籍されている。母、中村陽子は、印刷会社経営を経て、1967年以降、銀座の画廊、月光層の経営に参画し、ソ連美術を扱って、成功を収めた。 ようこの主催する、開園制サロン、サロンドクレールには、小山五郎、戦争室、三島幸男、あさりけ太、た、沢秀幸、中曽根康弘、石田博秀、園城次次郎、加門康雄、谷村博士、長野修行といった、政財界人や文化人が集っていたものの、多額の負債を抱えて、経営破綻した。難民を助ける会や日本赤十字などを通じての、 ボランティア活動にも、地雷禁止のチャリティコンサートの出演などを通じて、積極的に参加し、日本における、対人地雷廃絶運動にも取り組んだ。小柄で手も小さめで、ピアニスト向きの体格ではなかったが、体重の使い方や双方を工夫して外人に、負けないような音量を引き出していた。パワーのある演奏を続けるために、筋力トレーニングなどを続けていたという。 三歳半からピアノを習う。東方学園の子供のための音楽教室の第一期生で、四歳から井口愛子に指示した。同期には小沢誠治、堤剛、強江戸京子などがおり、この世代がいわゆる東方の黄金時代とされている。慶応義塾幼稚舎在学中、1953年から1954年頃に両親が離婚。母に育てられる。 1954年、全日本学生音楽、コンクールピアノ部門小学生の部で、全国第1位入賞。慶応義塾中等部に進み、1958年、全日本学生音楽、コンクールピアノ部門中学生の部で、全国第1位入賞。1959年、日本音楽コンクールで、第1位特賞を受賞した。 1960年に岩城博之式の東京フィルハーモニー公共楽団の演奏会にソリストとしてデビュー。同年 NHK 交響楽団初の世界ツアーのソリストに抜擢された。その後、東方女子高等学校音楽科を中退して渡米へ、日本人として初めての全学奨学金を獲得してジュリアード音楽院に進み、ロジーナ・レビーンに支持した。 1965年、ズビグニエフ・ジェベエツキに支持した後、第7回ショパン国際ピアノコンクールで、第4位入賞と最年少者賞を合わせて受賞した。この時の1位は、マルタ・アルゲリッチである、同コンクール第7回1965年の入賞者一覧、参賞のこと。これは、1955年の第5回ショパン国際ピアノコンクールで、田中清子が、 第10位で日本人として初入賞して以来10年ぶり2人目の入賞であった。中村は受賞以降今日に至るまで公式ウェブページをはじめ様々な形でプロフィールにショパンコンクールで日本人初の入賞と自己紹介、自己 PR をしているがこれは正確ではない。同コンクール第5回1955年の入賞者一覧参照のこと。 1974年9月に、芥川小作家、正治薫と結婚した。演奏旅行で家を空けることの多い中村の愛病を、庄司が預かるなどするうちに交際、結婚に至った。アルゼンチンまで潜りたい、中村博子著、文春文庫には、正治薫の赤ずきんちゃん気をつけての中に、中村博子の名前があると聞き本を読んだとき、カバーについていた。 小さな写真を眺めながら、あ、私この人と結婚するな、って確信しちゃったとあり、その後、自分からモーションをかけたことを書いている。ショパンコンクール入賞を以後、世界各国で演奏活動を続ける一方で、ショパン、チャイコフスキー、アルトゥール・ルービンシュタイン、ブゾーニをはじめとする、様々な国際コンクールの審査員を務める。日本では、 第3回浜松国際ピアノコンクールから審査委員長を務め、コンクール創立10年足らずで国際ピアノコンクール連盟に加盟させるなど一級レベルの国際ピアノコンクールにまで持ち上げ、若いピアニストの育成にも力を入れた。浜松国際ピアノコンクールのように予選落ちのコンテスタントが自由に日本の小学校を回れるコンクールは日本では前例のないことであった。 ノンフィクション作家、エッセイストとしての顔も持ち、1989年には、チャイコフスキーコンクールで、大谷総一ノンフィクション賞を受賞した。2005年、エクソンモービル音楽賞受賞。2008年、四十法賞受賞。2014年、超閉塞の復腔鏡手術を受けた際に、大腸がんが見つかる。治療を続け、2015年3月に復帰した。 2015年8月、大腸がん治療に専念するため、再び演奏活動を休止。当初は11月以降の復帰を目指していたが、2016年3月まで活動休止が延長された。2016年4月30日ミューザー、川崎シンフォニーホール及び、同年5月4日、オリンパスホール八王子で開催されたコンサートで復帰した。この最後のライブ録音は、CD、 中村ひろ子フォーエバーとなって発売された。2016年7月26日、大腸がんのため営民。72歳ボーツ。72歳の誕生日を夫と自宅で祝った翌日だった。夫によれば、中村が死去前日にも、モーツァルトからラフマニノフまでの曲の音色に新しい輝きを出す奏法を試したいと興奮して語っていたという。日中受賞追 2016年9月12日にお別れ会がサントリーホールの大ホールで関係者約850名が出席して取り行われ、その中で東京交響楽団等による混走も行われた。ショパン弾きであるかのように捉えられているが、バロック以外はすべて手の内に入れており、晩年はベートーベンのピアノ競争曲5曲の通演も計画されていた。音楽評論家のハロルド・シー・ショーンバーグは、 著書、ピアノ音楽の巨匠たちの中で、中村の演奏について、絢爛たる技巧と、あふれる情感、そして、特に、ロマンティックな音楽への神話力と評している。古典派及びロマン派中心ではあるが、八代明夫のピアノ競奏曲の初演を行ったほか、三好明や竹光徹といった、日本の現代作曲家の作品も多く取り上げている。1999年頃、 母校である、慶応義塾中等部から招かれて、リサイタルを行った際、演奏を始めても一向に、おしゃべりを止めない生徒たちのあまりの態度の悪さに、演奏を中断し、静かにしなさい、と叱責した。しかし、生徒の方はそれで静かになったものの、保護者のおしゃべりは止まなかったという。また演奏終了後、楽屋に挨拶に来た校長から、よくぞ言ってくださいましたと声をかけられ、 本来おしゃべりをやめさせるのは校長先生の仕事だろうに、よも末だ、と外端したという、ありがとうございます。